キー田駅は、三重県南室郡紀宝町伊田にある、東海旅客鉄道規制本線の駅である。旧土の村と合併する直前までは、紀宝町にある、唯一の鉄道駅であったが、その中心からは、相当離れていた。この駅は、昭和15年8月、国鉄規制再線の新宮駅から紀伊木本駅の開通により、国鉄規制再線の駅として開業した。 その後、あたり駅は、昭和34年、今の帰省本線が全通し、亀山駅と和歌山駅の間が、帰省本線となったのを受け、国鉄帰省本線の駅となり、さらに国鉄の分割民営化を経て、現在に至っている。短式ホーム一面一線を持つ、地上駅であり、列車交換の設備は持たない。熊野市駅管理の無人駅。無人化後も、 開業当初からの駅舎が残っていたが、2012年に解体され、待合室だけの簡易型駅舎に建て替えられた。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。七里三浜に沿ってこの周辺には、比較的大きな集落が連続してあるが、当駅はその中の一つにあたる井田の集落にある。海沿いを走る国道から当駅までは、細い路地が続くため、 距離はやや離れている。駅周辺には人家が密集しており、熊野市駅から新宮駅までの間は沿線の人口が多いが、規制本線の普通列車は本数が少ない一方で並行する国道には30分に1本の割合でバスが運行されており、そちらの方が利便性に優れている。当駅の最寄りバス停は伊田駅前であるが、バス停は国道にあって、 当駅からは少し離れている。なお、この辺りの海岸は赤海亀の散乱場所となっている。三重交通、ありがとうございます。